ブリーラム駅は、太陽国東北部ブリーラム県、ムアンブリーラム郡にある、タイ国有鉄道東北線、南線の駅である。ブリーラム駅は、太陽国東北部ブリーラム県の県庁所在地であり、人口21万人が暮らす、ムアンブリーラム郡にある、タイ国有鉄道東北線、南線の駅である。ブリーラムとは、タイ語で、楽しい街という意味である。 町の中心部に位置するため、利便性が良い。駅の正面側が市街地である。クルンテープ駅 376.02km 地点に位置し、特急列車利用で6時間程度である。一等駅であり1日に26本の列車が発着し、その内訳は特急1往復、急行3往復、快速5往復、普通4往復である。 タイ最初の官営鉄道である、クルンテープ駅やユタヤ駅間が1897年3月26日に開業した。1900年12月21日に、当初の計画のナコンラチャシーマまで開通し、そのしばらく後にウボンラチャッターにまで路線を延長することになり、1925年4月1日に、当駅が開業した。開業後1年ほどは、 終着駅であったが、1926年5月1日に、スリーン駅まで開通したことにより、中間駅となった。単式及び、島式一面の複合型ホーム2面2線を持つ、地上駅であり、駅舎はホームに面している。柿崎一郎、王国の鉄路対鉄道の歴史、P25、岡本和幸、対鉄道旅行 P229。 ありがとうございます。